こんにちは、ザッピーです。今日はですね、レッド・イット・ビーの曲の方なんですけれども、あの曲はいつ頃こう初めてねスタジオに現れて、でどんな過程を踏んで、あの映画の中のレッド・イット・ビーというね、演奏風景へと移行していったんだろうかっていうことをちょっと探ってみるとですね、かなり面白かったんですよ。どういうふうに面白いかっていうのを今日はね取り上げていきたいと思うんですけれども、まあご存知の方もねいらっしゃるとは思うんですが、もしご存知なければ結構驚かれると思います。ではご一緒に見ていただければと思います。こちらをどうぞ。はい、レッド・イット・ビーのレコーディング記録ということなんですけれども、あの映画レッド・イット・ビーの中で初めてポール・マッカートニーが持ってきて演奏を始めたというわけではないわけなんですね。初めてポール・マッカートニーがスタジオに持ってきた日というのは1968年9月5日なんですよ。これってホワイトアルバムのレコーディングの時なんですね。で、この時持ってきてどんな形で最初セッションを行っていたかっていうのを見ると、おそらく初めての方は仰天されると思います。僕も結構驚きました。この時のメンバーがですね、ポール・マッカートニーピアノとボーカル、ジョン・レノン、オルガンとバッキングボーカル、ドラムがリンゴ、で、ギターがジョージ・ハリスンと言いたいとこなんですが、エリック・クラプトンなんですよ。で、リードギターを担当して、アドリブ感覚でセッションに参加していたっていうんですね。まあ、いかがでしょうかね。これ見ただけでは、何のことかさっぱりわかんないかもしれませんけれども、ちょっと想像すると、まあ、分かりやすいことかもしれないですね。こういった情報というのはクリス・トーマスというエンジニアがいましたけれども、彼の著作物の中などにも書かれていたり、まあ、レコーディング記録なんかにも残っているらしいんですけれども、割と僕は分かんなかった、知らなかったことだったんですね。で、この頃はポールが持ってきた歌詞というのは大体同じなんですけれども、ただマザーメリーカムスとミーのところがブラザーマルコムカムスとミー、これってあのマル・エヴァンスのねことを意味するらしいんですけれども、そういう感覚で歌詞にしていたらしいんですね。だからしばらく後になってこの辺が訂正されるまでは、マル・エヴァンスの曲という感じでみんな覚えてたようなね感覚もあるようなんですよ。まあそれが全てではないらしいんですけれども、そういう感覚もあったらしいんですね。さて、ではなんでエリック・クラプトンがここにいるかっていうことなんですよね。それを見ていきたいと思います。はい、ちょっと読んでみますね。ジョージの曲ホワイル・マイ・ギター・ジェントル・ウィープスを完成させる過程でエリック・クラプトンがスタジオにいましたよね。で、その曲をやっているテイクの合間にですね、まあ、ポールが率先してこのレッド・イット・ビーを演奏して楽しみ始めたっていうことらしいんですね。だから初めてこうセッションをしたところにエリック・クラプトンが偶然いる形になってしまったらしいんですね。で、エリック・クラプトンは当然この曲のリードギターですから、リードギターっていうスタイルでそこにいるわけですよね。で、最初のうちはこの曲はですね、このエンジニアのジョン・スミスなんかもよくわかんなくて、記録されたテープの上にはですね、ただ単にアドリブと記載されていたようなんですけれども、明らかにレッド・イット・ビーという曲をここでやり始まったということらしいんですね。まあなかなか刺激的な風景ですよね。で、まあポールはそういった風に遊び感覚でやってたとはいえですね、セッションの目的はあくまでジョージの曲であって、そのためにジョージはエリック・クラプトンを連れてきていたわけですよね。まあ、なのでもしここでポールが、あ、エリック・クラプトンすごいいい感じだなと思って真剣になって、もしセッションを始めていって乗っ取ってしまっていたら、まあ、ジョージはさらに狼狽しただろうっていうふうにも、まあ、言われてるわけなんですね。まあこれは容易に想像がつくことじゃないでしょうか。だからまあ一見するとね、楽しそうなセッションでもありますけれども、ジョージはまたまたすごいここで焦ってたっていうのは想像つきますよね。自分が完成させたい曲をやってる最中に全員がポールの曲の方に行って楽しみ始まっちゃってるわけなので、
これは心中穏やかじゃないでしょうね。で、エリックがアドリブでレッド・イット・ビーに参加して演奏を始めた頃、ジョージはそれを見てセッションを中断させたっていうんですね。で、自分の曲に戻るようにみんなを仕向けたということです。で、その時にもうちょっとゆっくりやってみた方がいいなと、じゃあ剣回してくれっていう風な声をかけてみんなを戻したっていうことらしいんですね。で、そういった後でエリック・クラプトンがヘッドフォンをかけて演奏して録音されたものが、で、今我々が知ってるこの曲のリズムトラック、ベーシックトラックみたいな形で残ってるということなんですね。で、2週間ぐらいした後にまたこのセッションがあるわけですけれども、その時はもうクラプトンはいないんですね。ただまた同じジョージの曲でピギーズが録音される時に、またテイクの合間にですね、ポールがレッド・イット・ビーを演奏していたようなんですが、まあこの時見ていたクリス・トーマスによると、もう明らかにポールはこの曲をホワイトアルバムには入れる気はなかったということなんですね。まあこれは結果的には大ごとにはならないで終わったので、まあ歴史の中には埋もれてるわけですけれども、でも僕はね、ファンとしてこれを見るとやっぱり当時のメンバー同士の関係っていうのはよくわかる部分でもありますね。特にジョージ・ハリスンの置かれた立場っていうのは、まあ、ちょっと見えてくるようなところもあるかなと思いますね。やっぱり苦しんで苦しんで出した結果がエリック・クラプトンを連れてきて完成させるっていうことだったわけじゃないですか。まあ、自分としてもなかなかリードギターをね、完成させられないと。で、周りの連中もなかなかこう乗り気になってくれないというところで連れてきたんですけれども、始めてみたらまた名手をかっさらわれてポールの曲に行きそうになってしまったとかね。そこで孤軍奮闘して連れ戻して自分のセッションに入っていったとかね。そういうのを見ると、まあ、当時の人間関係っていうのもね、まあ改めて見えるような気はしますね。まあ後になって、エリック・クラプトンは、まあ、ジョージもジョン・レノンもすごいミュージシャンだけれども、ポールは本当にすごいミュージシャンだっていうふうに、まあ語ってるわけですよね。これ有名な言葉ですけれども、まあおそらくでしかないですが、ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープスのセッション、それもすごい印象的だったとは思いますが、こうした新曲が出てきて、その天才ポールとのですね、やり取りっていうのをそこで初めて経験したのかもしれないですよね。そういう時に強烈なインパクトを受けて、エリック・クラプトンは後にその言葉を発したのかなっていうふうに僕はですけどね、思えなくもないですね。まあ、ということで50年以上経った今ですね、振り返ってみると、レッド・イット・ビーという名曲と While My Guitar Gently Weeps っていう名曲はですね、その時エリック・クラプトンというね、名ギタリストを介して、まあつばぜり合いを行っていたわけですね。で、ジョージ・ハリスンはそこでなんとか自分の曲を完成させるっていうことができたということで、この名曲 While My Guitar Gently Weeps はですね、燦然と輝く自分の作品になったっていうことがよくわかるかなっていうふうにも思いました。はい、失礼します。